彩子です。今回は新しいことにチャレンジしようと思います。最近麻雀はいろんなところで普及しててとても流行ってきてるんですけれども、何でしょうかね、こう年配の方が後の楽しみみたいに覚える麻雀もあれば、高校生だったり若い中学生だったりが麻雀覚えて大会やったりだったりいろいろあるんですけど、今回は私ちっちゃい子に麻雀を教えてみようと思います。そして今回そんな麻雀を覚えてくれるのは私の実の甥っ子かなたくんに今日は麻雀を教えようと思います。するしない。というわけでまずかなたくんを呼びたいんですけど、かなたくんリンゴジュース飲んでる。かなたくん、はい、あ、ひだひだ、おいでおいで、帰りました。かなた、かなたおいで、かなた、もうブーブーだよ、ブー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 、ほらおいで、かなたおいで、ブーブーあるよ。あ、すごい、あ、来た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 、こっち来た、こっち、はい、こんにちは、はい、ブーブーです。はい、というわけで初めまして、リンゴジュース一回置ける、かなた、リンゴジュース一回置いて、あ、素晴らしいよ。はい、かなたくん、こんにちはして、かなた、こんにちは、こんにちは。はい、かなたくん、はーい。というわけで私の甥っ子かなたくん、通称かなたんって呼びます。もう一回言います。かなたさん、かなたくん、返事して。あー、でかいね、でかいね。かなたくん何歳なの？はい、遅いね。1歳。1歳と現在は4ヶ月の私の妹の子供です。かなたくん、こんな感じでまだ言語もままならないブーブーが好きな1歳児なんですけど、最近できるようになったことなんですか、かなたん。なになに、ブーブーできる、ブー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 できる。解散しました。すごい、来た、かなたん。はい、というわけで今日はかなたんに麻雀を教えたいと思います。かなたん、麻雀頑張るぞ。おお、ほらほら、麻雀牌だよこれ、ほら、これね、全部ねいっぱいあるんだけど、かなたん136枚あるの、これ。わあ、すごい、すごい。かなたん、ほら、麻雀牌、まずは麻雀牌に親しんで、どんな風にかね、絵柄があるかとかも見ていこうと思います。逃走中、逃走中、逃走中。かなた、どこ行くの？よし、じゃあ麻雀やってみるから積んでみよう、牌を。まずね、手前にこうやって牌を集めるの。積んでごらん。はい、手前に持ってきて、こうやって。暇は、暇はないで。麻雀じゃん。そう、まず、かなたすごい、なんかそれシーパイって言ってね、麻雀牌を混ぜるやつはこうやってやるの、かなた。はい、シーパイやって、かなた、はい、イエーイ、やってみ、シーパイ、あ、ありがとう。はい、かなた混ぜます。はい、混ぜて、こうやってバラ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 、ドカーン。あ、上手。そう、そしたら手前に牌を寄せます。で、かなた上に乗せてって、ここ、はい、かなた上にこうやって、はい、乗せて、はい、はい、乗せて、ほら、こうやって乗せて、かなた、はい、乗せて、はい、上手、上手。ちょっと、はいが少ない。あー、ちょっと待ってね、はいが、ちょっと待って、あー、ちょっと待って、はいをね、17列で上げる、積むのよ。かなた、出るかな。はい、どうぞ。ピカ
くん、今日は一日ありがとう。お疲れ様でした。最後にこうね、トーマスと出会えたことによって私のことも見なくなりましたが、動画をご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。ツイッターもフォローしてね。ではカナタン、バイバイ。一緒にしよう。できる？できるよね。ではカナタン、バイバイ。バイバイ。